なりわでございます。本日は今日ね、ファイナルファンタジーをプレイしていたら最中にね、チャイムが鳴りまして、ピンポンってもうこういう時困りますね。本当だからね、そこで一旦止めて、玄関にいて荷物をね、実は荷物が届いたので受け取ってきました。郵便でしたね。一体これ何が届いたんだろうと思ったんですね。これは一体何って不思議な形してるけどと思ったんですけど、海外からね届いたんですけど、これあれかなと思いまして、ちょっとね開封してみますね。多分そうだと思うんですが、開けてみないとわからないので、ちょっとね開けてみますね。すごい簡易包装よね。箱に入ってなくてこれだけでしたね。今ちょっとここは見せられるないかな、はい、こんな感じでね届きました。どっから開けるんだろう。ここかな。あれ、今さっき切ったところがあるんだけど、どこだろう。ここじゃなかったのかな。まあいい。ここが上ね。はい。多分、私の想像が当たっていればあれだと思うんですが、ただね、実物をね、見てないからこれが良かったかどうかはちょっとね、疑問なんですけれど、まあすごいテープベトベト。これはちょっと、開けるのが、あ、これで大丈夫かな。はい、OKOKOK。あ、そうですね。あ、いい色。はい。よいしょ、ちょっと待ってね。はい。はい、実はね、これは、スニーカーなんですが、レディース用のスニーカーではあるんですが、ただね、普通のスニーカーとはちょっと違うんですね。はい、ちょっと待ってね。私これからね、東海道53次ね、だんだんね、遠くなりますでしょ。そんで、箱根のね、峠を越えた時に思ったんですね。こう、あんな足をね、ちゃんと守れない靴はダメだなぁと思ったので、こちらを買いました。靴底もちゃんとこんな風にギザギザしてますし、しかもこれ、ここ物が落ちてきても大丈夫な感じで、すごい丈夫な、何が入ってるの、金みたいなのが入ってる、はい、安全靴ですね。安全靴のスニーカーでございます。色も良かったですね、これね。でか、そんなに重くないので、まあ普通のスニーカーぐらいの重さですね。安全靴っていうから、昔はね、安全靴って言ったらものすごいいかめしいイメージがあったんですが、今はこんなスニーカータイプのものがあるんですね。すごい素敵ですよね。女性用なので、これはサイズが 22.5 から23というやつでしたね。35サイズ。はい。35サイズですね。かかとのところがね、すごいしっかりボコボコしてるので、例えばこの間みたいにね、箱根の山を越えた時にあれですけど、石が苔むしててツルツルしたでしょ。そんな時でもこういうタイプね、裏ゴムのしっかりしたこういったあれだったら、足をねもっとちゃんとキャッチしてくれたかなと思ったんですね。なので、これからもちょっとね、京都まではまだまだ長い道のりです。これからの道はどんな状態なのかも私はちょっと分かりませんけれど、まあでもね、やはり足を守るためにちゃんとしたスニーカーを購入しようと思って購入しました。これは実は私、いくらだったの？そんなお高いもんじゃなかったんですよね。3000いくらだった、4000はしなかったと思うんですね。だけどすごくクオリティがいいですよね。色といい、形といい、ね、すごくいいクオリティですよね。で、これ私は楽天のアマゾンギフト、楽天じゃなくてアマゾンギフトで、購入しました。はい、で、
紐もちゃんとしたこんな感じなので、まあなかなか素敵ですよね。なんかね、ちょっと今ね紐通しをね、場所あの反対に最後のところがなっているんで、ちょっとね付け替えておりますけれど、ここまで紐通さなくてもいいのかな。でもだけどやっぱりここまでしてちゃんと足首のところまでね紐通して結ばないと足が守れないんじゃないかなと思いますので、ちょっとそれにしたらこれ紐がゆるゆるにこう巻いてるからでしょうね。順々にちょっと引っ張ってくればあの長さが出るので、これでまあちゃんと結べると思いますね。普通の紐靴よりか、あの靴紐がちょっと短めですね。もうちょっとこう長さがあってもよかったかなと思うんですけど、まあね、実際に足を入れてみないと分かりませんけど、多分いい感じですね。なので、今度ね、東海道歩くときは、この靴を履いて歩きたいと思っております。はい、で今ね、履いている靴が、あの2足あるんですが、アディダスとそれからもう1個何だったかな、結構ね高い靴なんですが、そちらの方ももうちょっとね、ダメになってきそうなので、長年履いているので、なのでそちらはあれですね、あのお家の近くを歩く時に履くことにしますね。なんか中敷きがね中に入っていて、あなるほど、プラスチックっていうのがなんかザラザラするなと思った。あの包み紙のあのプラスチック、これのね粉みたいなのが入ってるみたいですね。まあでもこれは買ってよかったかなと思いますね。はい、これ男性用にもいいんじゃないでしょうか。私はあの女性用があったので、レディースで購入いたしました。やったって感じですね。あのまあ安くまあね、買えたので、これお値段の割にはすごくしっかりしててクオリティもいいですね。これは買ってよかったと思います。あの写真通りですね。なのでまあ気になる方はこちらの動画のね説明欄の方にリンクを貼っておきますね。一応あのあるかどうかは分かりませんけれどね、あったらあの多分ねあの届けてくれると思いますので、ファッションセーフティーシューズというなっておりますね。明細書がないんですよね。明細書が入ってないんですよ。明細書がないので、領収書は何で、あ、そっか、これはアマゾンギフトだから、ここでは領収書は出ないんですね、きっとね。あ、でも良かったです。無事届いてね。結構日にち、あの最初ね、あのアマゾンからあの送られるはずだったんですが、商品がね、アマゾンになかったので、それで中国から送られてきたんですが、ちょっと心配しておりました。だけど意外と早く届きました。本当に良かったです。今日まさかね届くとは明日かなと思ってたんです。日曜日までのお届けとなってましたので、でも無事届いて良かったなと思いますね。ちょっとあの一回ね試し履きをしてから、それから東海道の時に履いていきたいと思います。これすごいいいですね。かっこいいですね。ちょっと重い、両方持つと重い、片方ずつだとそんなに重くないんですが、まあ安全靴ですからね、ここのところがねもうほんとしっかりしてるので、少々のものが落ちてきても足の指はね守ってくれるというものでございますね。指先だけですけどね、あとはやわやわなので、はい、ということでございます。まあ、ちょっとねあの楽しみでもありますね。どんな感じなのか一度日常に履いて、ちょっとお散歩にね履いて出かけてみて、それでまた近々にこの靴を履いて、それと、他にあのコーデでご紹介してないあの洋服なんかがありますので、それらをね一度またね紹介したいと思います。はい、朝のお散歩にね履いていきたいと思います。あ、顔のそばに置くと私の顔が余計白く見えますね。色の効果でしょうかね。ということで、本日は
無事、女性用のレディースの安全靴、スニーカーなんですが安全靴なんですね、届いたという動画でございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。ダリワでございました。では。